改めや、構造会の構造昭和3年5月19日は、日本の政治家、実業家。衆議院議員、南満州鉄道株式会社理事を歴任した。張馬国一東軍東南村に、改めや、十五郎の長男として生まれた。聖火は、熊本藩の陽太氏を務めながら、農業を営んでいた。1874年に、鹿間県小学校係、 東南村古町に任命され、さらに、八田部、村古町、糸井村古町、有東軍村古町総代を歴任した。1880年に、有東軍初期に転じ農会議員、学務委員を経て、兵庫県会議員に選出された。やがて大同団結運動、愛国高等に参加し、自由党再興に貢献した。1890年の、 1> 第1回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、11回の当選を重ねた。その間、1900年から翌年までの商務省、官房長を務めた。また自由党の宣伝機関であった、自由通信の社長を務めている。1914年、南満州鉄道株式会社の理事に就任。1919年まで在任した。その他、 阿ボ市銀行取締役、日本水産販売株式会社社長なども務めた。ありがとうございます。